福岡の電車を便利に使うタッチ決済についてご紹介していきます。まずは地下鉄から見ていきましょう。福岡市内には至る所に地下鉄のマークがあります。実は一部の地下鉄はクレジットカードをタッチするだけで乗ることができます。しかも1日に何度も乗ったとしても最大640円までしかかかりません。地下鉄で行ける場所はこのような感じです。なので空港から天神に行ってまた博多に行って次に大濠公園に行くなんてこともできちゃいます。ちょうどシンガポールのイージーリンクカードみたいな感じですね。わざわざ切符を買わなくても簡単に乗ることができるので便利です。そしてもう一つ、JR 九州のタッチ決済もあります。 JR 九州は2026年3月31日まで実証実験中で、対象駅は鹿児島本線の50駅や指宿枕崎線の18駅などが含まれます。実際に私も花火大会を見るために博多駅から久留米駅までタッチ決済で行ってみました。個人的に使ってみて1回だけカードが読み込めないことがありましたが、それ以外は快適に使えるので便利ですね。さらに決済額について見ることもできるので、ぜひとも参考にしてみてはいかがでしょうか。